はい、皆さんこんにちは、さちねです。今日はですね、今私が、やっております通訳の、仕事についてですね、どうやったら、通訳になれるかというのをですね、中心にお話ししていきたいと思います。はですね、もともとその通訳になってやるぞっていう、そういう気持ちは全く最初はなくてですね、英語関係の仕事はすごい好きでずっとついてたんですけれども、外資系の、英文事務的なことだったり、あとは天井、海外天井をずっと長いこと出てましたので、常に、英語には接している、仕事を、してきました。で、たまたまですね、登録していた、どこですか、アデコスタッフの方から、連絡が来て、こういう仕事がありますよという、私本人ではなくて、何人かにバーッと一斉に来るようなお知らせで、それを見てなんかビビッと来てすぐに申し込んだんですね。で、最初はタイヤメーカーさん、もう本当に家のすぐ近くにある、北九州ということで結構工場地帯ということで、すぐ本当に車で15分くらいのところですかね、にある、タイヤメーカーさんにですね、アメリカからたくさん研修生が来るということで、これはチャンスだと。15人ぐらい通訳の方募集ということで、もうある程度も決まっていて、追加で、3名とか5名ぐらいを追加で募集してた、状況だったんですね。でもうすぐ「はい」っていうことで行きますということで、経験ないですけどいいですかということで、で、面接をして、でやっぱり経験者がたくさん来ていたので、一回落ちてしまったんですけど、いっかと思って。で、その時は天井をやっていたので、ちょうど西アフリカに天井を行ってた時で、で、普段だったらもうメールとかチェックしないんですけど、そういう環境的にですね、メールが見れる環境じゃないので、見ないんですけど、たまたまなんかネットカフェに、そうだ行こうと思って、でメールチェックしていた時に、この話まだ、生きてますでしょうかって派遣会社の方から言われて、生きてますということで、もう一回じゃあぜひですね、多分受かっていた、通訳の方がちょっと都合が悪かったりとか、期間が来てしまったとか、そういう関係でダメになったみたいで、で代わりに私が行くことになったっていう、そういうことがありました。で最初はですね、もう全然本当にど素人だったので、英語はそこそこ、ちょっとぐらいは喋れてたんですけども、通訳となると、でしかももうそのアメリカから来た、南部の方から来た黒人の方だったんですね、その研修生の方っていうのが。で最初何言ってるかさっぱり分かんなくて、もうすごい苦労はしましたけれども、でも半年ぐらいですかね、そこで他の通訳 の結構もう経験積んでらっしゃる通訳の方と、一緒に仕事させてもらって、でいろいろこうそのノウハウとかですね、そういうのを、学びました。でまだ半年ぐらいじゃまだこう、全然通訳って名乗れるレベルではなかったんですけれども、でそれをきっかけに、なんか結構面白そうな仕事だなと、思って、じゃあもうちょっと一時通訳でやっていく、行ってみようかなと思いました。で、学校とかも結構その行ってはいたんですけれども、その通訳になるために行こうと思ったわけではなくて、そのブラッシュアップのために行っていました。で、その経験もあってか、なんとなくその通訳はどういうふうにやるのかなっていうのは分かっていたんですけれども、で、そこのタイヤメーカーでの仕事が終わって、ですぐにですね、じゃあタイヤ関係とかその自動車関係ですね、に行こうと、思って、大手の自動車メーカーさんの方に、行かせてもらうことになりました。でかなりですね、時給的にはこの九州よりも安いぐらいの勢いの時給だったんですけども、
まあ、でも経験をある程度積まないともうステップアップできないなっていうのが分かっていたので、まあ、それでもいいですということで、まあ、ちょっと安い時給だったんですけども、まあ、今ちょっと、世界を、騒がせている自動車メーカーさんなんですけど、そちらの方で、まあ、お世話になることになりました。そこが1年半ぐらいいたんですかね。で、まあ、派遣から契約社員っていうことでですね、まあ、切り替えていただいて結構いろいろお世話になって経験もさせていただきました。で、そこから、まあ、じゃあ自動車メーカーですね、まあ、結構需要もあるので自動車メーカーでこれからちょっとやっていこうということで、まあ、違う別のその自動車メーカーさんもですね、まあ、ちょっと転々とすることになったんですけれども、で今6年目が過ぎたところですかね。はい。なので、まあ、そういうのをちょっと下積みの感じで3年ぐらい、まあ、2、3年、まあ、時給が安くても、まあ、経験を積めばですね、ある程度こう、そこからはもうどんどんステップアップ、もちろんそのブラッシュアップをずっと続けていかなくちゃいけないんですけども、そこからはもうこうどんどん上 の方にこう行けますの でどこまでその自分がその目標としているのかっていうのはある程度あらかじめ決めておいた方がいいと思います。じゃないと結構苦しいので、上を目指していくっていうのはもうその会議通訳で同時通訳とかですね、そういうのをやりたいのか、あるいはその、研修生とその、技術員との間の、まあ、ちょっとしたその逐次的な通訳とかでいいのか、それを決めた上で学習していったり、その、目標に向かって、やっていくっていうのがいいと思います。で、私の場合はですね、会議通訳まで同時通訳まで行きたいと思ってずっと通訳学校に通っていたんですけども、途中、ですね、まあちょっとくじけてしまいまして、もう9年トータルすると9年以上ですね、その通訳学校に通っていて、もうあまり進歩がないので、まあ少し同時通訳はかじった程度ですけれども、やっぱりウィスパリングぐらいまでしかできなかったんですが、まあちょっと私の領域ではないなとその上を、友達なんかは同じクラスメートなんかはどんどん上を目指したりとかしていて、かなり勉強熱心にしていましたけど、私はもともと性格的なものが、まあ、ズボラな方で、集中するときは集中できるんですけども、継続してやっていくっていうのがすごく苦手で、なので、まあある程度のところで、まあ、楽しみながらやりたいなという感じで、まあ、今一応逐次通訳とか、あと翻訳ですねをメインに、やっています。まあ、この先ちょっとどうなるか分かんないんですけれども、まあ、ある程度もうあと、5、6年で定年が来るので、まあ、その先のこともですねちょっと考えながら、はい、動いていきたいと思います。で、まあ、YouTube を通じてですね、通訳のお仕事がどんな感じとか、まあ、自動車メーカーとかを中心に、どういう単語ですね、英単語とか、その専門用語が結構出てきますので、そういったこともですね今後なんか展開していけたらいいなと思っています。はい。で、通訳今ねもう英語ってもうほとんどみんなそのトイックを何点以上取らなきゃいけないとか、会社でその外資系なんかは特にそうだと思うんですけれども、結構その英語を使う頻度が増えてきてると思うので、通訳を雇わずにその自分でその会議で、まあ、ちょっとしたこう、通訳をですねやらなきゃいけないというシチュエーションが出てくると思うんですね。なので、まあ、そういう人に向けて、もですね何か発信していけたらなと思っています。はい。結構ですね、憧れの職業というふうにですね言われていますけれども、通訳自体はすごくもう地味な裏方の仕事ですので、本当に日々努力という感じで情報をですね日本語からも英語からもですねどんどんこう
浴びせるように取り込むという意味では、まあいろんなその一つ自分のですね、あの得意分野、例えば私であればその自動車業界 の、 その情報を、まあ、あの新聞とか、まあ、今ですね、あのネットでいろいろあの検索とかもできますので、もういろんな情報をですね、その業界の情報を中心にいろいろ、まあ、頭にインプットしておくということと、それと同時にあの、まあ、英語力ですね、やっぱり専門の学校に通うことをお勧めします。やっぱりあの、独学でですねやるのは非常に難しいと思うので、ある程度のこの、語学力ということももちろんあるんですけども、ある程度のスキルが必要になってくるんですね。なのでそのメモの取り方だったりとか、その、あの毎回毎回そのクラスでの、まあ、実践的なこう、リアルなこう練習ですね、そのレベルとしてはトイックで言うと、まあ、一概にトイックだけでは判断はできないですけども、やはりあのトイックの800から860以上は、あった方が、スムーズにその通訳 業界というか、通訳の仕事がですね、いただけるんじゃないかと思います。やはりあの、採用される時に、試験がやっぱりその派遣会社から、派遣される時もですね、やっぱりある程度レベルチェックっていうのがありますので、それに受からないとどうしても紹介してもらえないというのがありますけれども、まあ私の場合はそれがないところないところを、探して結構スルスルっとすり抜けて今まで来ましたので、まあ何回かはそのレベルチェックしたことはありますけれども。結構緊張します、ね、その通訳翻訳に特化した、雑誌がですね、まあ、あとわかんないですけど、イカロス出版からですね出てる通訳翻訳っていうのがですね出てますので、まあそこにまあその通訳業界のこととか、あとはその実際に通訳をしていらっしゃる方、翻訳をしていらっしゃる方の、いろんなその、お仕事シーンであったりとか、であと最後の後ろの方にですね、その、通訳の検定情報だったり、その派遣 の、 その登録ですかね、通訳翻訳の登録の、まあ、情報が載ってたりするので、まあ、それを見ながらできる限り多くの、派遣会社に、登録しておく。で、1社とか2社ぐらいだったらなかなか仕事がやっぱり最初のうちは来ないので、もう何でも、チャレンジということで、仕事が来ればもうお受けして、やっていくっていうことをおすすめします。そんなところですかね。はい。まあ年を取ってもね、あのしっかりの喋れたり頭さえこう回転が、早くできれば70でも80でもですねできる仕事ですので、本当にあの役になりたいなと思ってらっしゃる方はですね、ぜひ、頑張ってみてください。はい、これからも通訳関係発信していきたいと思います。ありがとうございました。